こう。そうでーす。女子校あるあるを撮っていきたいと思います。はい、めっちゃ JK なんだけど、マジ。それではですね、ちょっと私たちが厳選した女子校あるあるをやっていきたいと思いますので、お楽しみください、TV。はーい。た？オラスティカ。テスト返却だよ、今日。やばい、どうしよう。私さ、本当にさ、0点の可能性がある。いや、俺0点、うん、私10点の可能性あるわ。え、マジ、うん、いいじゃん。やばい。でもどっちにしても赤点だね。どっちにしても赤点よ。つらー。おーし、じゃあテスト返すぞ。はーい。豆だ。はーい。取りに来い。はーい。いや、お前スカートどうした？すいません先生、今日スカート忘れました。なんかさ、昨日さ、うんうん、うんちしたらうんちこれぐらい出たんだよね。あ、おはよう。朝ごはん？あ、そう、あ、食べ忘れちゃってさ。あ、そっかそっか、おしゃれになった。あ、授業終わったわ。終わったー。疲れた。今日の授業ちょっと難しかったよね。あ、いや、難しかった。また来てんじゃん。あ、ちょっとお腹空いちゃってさ。さおれさん、さっきの小テスト大丈夫だった？あ、小テスト、うん、ちょっと全然できてなかった。あ、ほんと、うん、やばいよね、あれ。どこでもいいけど腹減ったな。うん、いや、また食ってんの？まだ食べ終わってなかったんだ、それ。いや、これ3つ目。お昼あと1時間もあったらあるんだよ。あ、マジ？うん。あ、そうなんだ、うん、あ、今日お昼ないのかと思った。食堂行ってくるわ。食堂行くしたー。はーい。いや、食ってたよね、さっき。足りなくなっちゃってさ、お弁当しか持ってきなくて。いや、弁当あれば十分だよ。何買ってくんの？パン欲しい。パン何個？え、パン5個ぐらい？ありがとう。5個買ってくるわ。よろしくね。ランチパックツナマヨは絶対ね。はーい。よろしくー。はーい。なんか最近さ、なんかうちらお菓子パーティーとかさ、なんかパーティーしてないよね。確かに。そろそろパーティーしたくね。そろそろパーティーするべきだわ。だよね。と思ってさ、唐揚げくん買ってきたよ。唐揚げくんパーティーしよう。パーティー、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 パーティー。シェアの、シェアの。え、これ食べる？これ食べる。あげる。これ食べる？食べる。ねえ、見て、最近前髪伸びすぎてさ、やばくない？前髪鼻開くみたいなやつの見える？ここほら、前髪絶対それ切った方がいいよ。ちょっと待って。わかった、これで切りな。わかった。え、切ってくれる？いいよ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 。ここ切っていいから。オッケー、わかった。本当に切っていいの？あ、いい感じになった。ありがとう。あ、よかった、目さっぱりしたじゃん。やばいね、ここ。やばい、トイレ行ってこよう。筆箱貸して。いいよ。どこに入ってる？机の中に入ってる。あ、オッケー、分かった、借りるね。いいよ。よし、豆田さんの机、あ、ここここ。いや、汚ねえ、ティッシュ詰まってんやん。オラスティカ。皆さん、私たちのあるあるご紹介しました。私たちはね、女子校ってわけじゃないんだけどね、共学出身なんですけど、うん、男子と女子の比率がもうおかしくて、3対1だったんですね。ね、ほぼ女子校みたいな感じで、うん、こんな感じで本当に毎日過ごしていました、うん、そう、うちらもまず声がでかい。おめえらの声がうるさすぎてこっちまで聞こえるわって先生に怒られたことあるわ。あるある。まあ早弁とかね、そりゃ太るよね。ブクブクに怒ってました、うちのクラスの女子みんな。まあ、こんな感じで女子校あるあるやってみました。皆さんコメント欄に、いや、うちらこうだったよとか、皆さんのあるあるをぜひ下のコメント欄で教えてください、うん、そこでちょっとまたみんなで盛り上がりましょう。はい、はい。私たちの Twitter のアカウントが下の概要欄にあります。この動画聞いてくれたら高評価とチャンネル登録お願いします。以上、パラスティカでした。
成してること忘れて本当にやだやだって思ってこうやってったら、うん、そのまま自転車こうやって電柱にぶつかって自転車逮捕したわ。お前が